俺もう何年も引きこもってるんす。親だって死んだも同然と思ってますよ。何を今さらって感じっすよ。あんたら単に目の前で人が死ぬのが嫌なだけでしょ。気にすることないですよ。所詮知り合って数時間の中。そこの引きこもりの後輩くん、生きていればきっといいことがある。あんただってそうだ。僕も瞳のような先輩の恋人か何か知らないけど、所詮あんたにとっちゃ俺なんかロボの石だろうが。違うよ。美咲ちゃん、佐藤君は路傍の石なんかじゃないよ。人間だもの。そうよ、血も肉もあるダメ人間だもの。え、私が初めて見つけた、私よりよっぽどクズなゴミ人間だもの。野良犬より惨めなヒッキーだもの。だから私には絶対死んでやれ。思い直して。佐藤君、人生をやり直すチャンスはある。引きこもりでも死ねば親は悲しむんだ。生きてればいいこともありますよ。話せ、死なせてくれ。佐藤さん、もうこれぐらいにしましょう。僕らには自殺なんてドラマチックな事件に関われる資格はありません。どんなに落ち込んでも苦しんでも、いつものバカバカしい日常に帰ってくるだけです。もし帰ってこられなくても、どこかでバカバカしく死ぬだけです。ドラマチックな死は僕らにはふさわしくありませんよ。帰ろう。はい。今引き上げるからな。行くぞ。せーの。